にちは、同立病院局の大塚です。ここからは同立病院の福利厚生や教育体制について説明したいと思います。よろしくお願いします。同立病院はこちらになります。檜山地方の江差病院、留萌地方の羽幌病院、網走市にある紅葉ヶ丘病院、音更にある緑ヶ丘病院、札幌市にある子どもクルになります。同立病院の採用試験は各病院ごとの試験ではなく、北海道看護職員としての採用になります。合格後に配属病院が決定します。新人看護職員キャリアアッププランとは、卒後4年間の間に2つの分野の病院で勤務し、その間に自分がどのような看護をしたいのかを考え、5年目にはその選んだ病院で勤務することとなります。新卒から2年間は配属先で勤務し、3、4年目は別の分野で勤務します。地域の医療事情を理解し、自分の可能性が広がります。4年間でどの分野で看護したいのかを考え、5年目からは希望する病院で勤務します。キャリアビジョンを描きながら成長できるシステムです。新卒1年目は全ての病院で教育プログラムが用意されております。集合研修のほかに道庁での研修などの機会もあります。2年目以降は院外での研修や学会に参加する機会があります。北海道では毎年認定看護師を育成しており、それにかかる費用や宿泊費等は北海道で負担しています。給料や福利厚生です。勤務は希望により2交代が選択できます。お休みは週休2日で、夏休みや冬休みもあり、年間休日は約125日です。産前産後休暇や育児休暇も充実しております。北海道職員は全国平均より離職率が低く、時間外勤務が少なく、プライベートと仕事の両立が可能です。募集要項と申込書は同立病院局のホームページから印刷できます。作文は状況設定問題です。インターンシップのご案内です。江差病院と羽幌病院をご希望の場合には、北海道の方で旅費や宿泊費を負担いたします。子どもクルは学年により実施付きが決まっております。他の病院の見学をご希望の場合には直接病院にご連絡ください。連絡先はこちらです。同立病院をよろしくお願いします。